いよいよ5月21日の金環日食の日が迫ってきました。しかし太陽を直接見たり誤った見方で観察をすると目の網膜を傷つけてしまうことがあります。安全安心な日食観察のために日食メガネを使った観察方法をご紹介しましょう。3つの動きがポイントになります。まず太陽を背にし、自分の影が体の前にまっすぐ見えるように立ちます。次に顔を伏せて日食メガネを目に当てて、そのまま後ろの太陽の方向を向きます。日食メガネをしっかり目に当てたまま顔を上に上げていき、太陽を見つけます。この時日食メガネの隙間から太陽を絶対に見てはいけません。日食メガネを使った場合でも1分以上見続けるのは危険です。必ず目を休めながら観察しましょう。日食メガネを外す時も注意が必要です。基本的な動作は太陽を見る時と逆になります。日食メガネをしっかりと顔に当てたまま下を向きます。振り返って太陽を背にします。それでは正しい日食メガネの使い方で安全で安心な世紀の天体ショーをみんなで観察しましょう。